もう山根さんしか出てくれる人いないんですよ。そうですか、ね、逆に暇だと思う。いや、もういつもほら道場ね、茅ヶ崎の方でやってますからね。はい、のっぴり楽しく、ガチな人お断り。アラフォーからの格闘技。あ、そうなんですか。はい、楽しくやりましょうっていうので、ガチな人はもう、もう来ませんし。あ、もうほとんど来ない。はい、女性率から言ったら何パーセント？いや、もちろん男性の方が多いですけども、うん、昔やってみたかったけど、うん、ちょっとガチはちょっとって人が集まってきてる感じですね。はい、やっぱ男性9としたら女性1ぐらいですか、やっぱり割合的に持ってる。まあそう、そんな感じですかね。ああ、だから1、2割ですね。いや、山下なんかトレーニング大好きじゃないですか。まあ、はい、すごいんですよ、力。昔からなんだろうな、ウエイトのイメージが結構僕強くて、ウエイトマニアでしたよね、多分。まあ、なんかそういうね、力もあるし、はいはい、だからそういうのもなんかこうトレーニングね、今自重で結構やってるじゃないですか。多分やったらなんか来るでしょうね。あ、喜ばれる。結局最終的になんでかっていうと、僕らもなんかもうそっちの方に行けますね、最後。トレーニングがやっぱ前からありますけど、うん、割とね、若干似てて、練習、そしてトレーニングは割とこうしっかりちゃんとやりたいっていうね、派だから。まあ、好きですね。好きですね。はい、やっぱそれはもう、でもファンから入った当時の船木さんとかの影響もあるんですけどね。うんうん、まあね、船木さんって言いますね、すごい力がね、やっぱ強いというかね。だから昔すごい細いイメージあったんですけど。ああ、それは新日の若手だ。うん、若手太いんですよね、結構。見るとでかいっすよね。僕は高校生の時に、うん、さんが凱旋局して UW でドイツからとか、はいはい、ヨーロッパから、はいはい、すごい感じでしたけどね、うん、あれかっこよかったですね、はい、大好きだね、 UW の、まあ、第2次っていうのかな、そうですね、時代ですね、はい、そうか。で、最近そのプロレスに出られて、あ、この間つい一昨日船木さんですよね、一緒にさせていただきまして、どうだったですか、大阪で西口プロレスですよ。相変わらず船木さんはすごかったですね。もう全く変わらないですね、変わった体つきも。じゃあもしかして、あの蹴りをあれで入れちゃったんですか、めっちゃ、あれ、あのパワーで。ガン、西口プロレスなので、うん、まあお笑いなんですけども、うん、アントニオ小猪木さんと試合をしたんですけども、うん、途中でバチーンって蹴ってましたね。壊れちゃうんですよね。やばかったですね。やばかったですね。小力さんとかも出て、小力さんも途中が出てきて、小力さんはあの船木さんがただあの、うん、殴ろう蹴ろうとするんですけども、うん、糖尿病だからやめてくれひたすらもう小力さんが本当っぽいですね。いや、もう本当ですね、本当みたいですね。小力さん、僕ね、タイに行った時に、はい、キックボクシングイングラムジムに行ったら、はい、いたんですよ、いきなり。あ、そうなんですか。練習に来たんですか。練習かな、取材かなんかですかね、ちょっと分かんないですけど。そうなんですよ。それからなかなか会うちゃうんですね。おー、そうなんですよ。最近あれどうなんですか。あと、なんかほら、山根さんといえばなんか猫ファン多いじゃないですか。はい、あれだ、拾ってきた猫なんですか、もともと。もともといましたね、落ちたんで。はい、落ちてた。駐車場の隅に落ちてますよ。どこにいたんですか、ね、あの都内カンパチと言いました、ね、カンパチにいたの、はい、カンパチにいたんですか、はい、そんな、でもほら、あれですよ、急には来ないですよね、でも、ね、あの、なんか懐かないっていうか。あ、最初はもうずっと、もうあれですね、警戒して近づけなかったんですけども、うん、で、一切寄ってこなかったんですけど、ある時急に寄ってきて、うん、急にお腹の上に乗ってきたんですよね。え、いや、本当にそれがびっくり。それがびっくり、はい、猫ってそんなことあるか。いや、もう何が起きたか分からないですよ、最初。近づくこともできなかったのに、ちょっと自分から最終的にやってきましたね。いや、もう甘えたかったんですね。どうですかね、子供だったですか、まだ。ちっちゃかったですね、まだ生後何ヶ月。じゃあ、その誰かに違った脱走したわけじゃなくて。いや、完全に野良猫ですよね。野良猫が、はい、ずっとなんか何ヶ月か一人でっていうのは、まあ一匹で頑張ってたでしょうね。おそらくそう、親と別れたか、親が死んじゃったか。で、一匹で、はい、いや、これで道夫ってですね、山井さんといえばそのブログでもよく出てくるんですけど、そのね、道夫 T シャツまであるぐらいもうファンが多いんですけども。
今もうあれから早16年え？もう16なんで。そっか。いやもう正直言って僕らがもうそんくらい経ちますもんね、あの、はい、グラバカとかあの辺の最初期の ね、始まった、はい、そっか。だから正直言ってもうおじいさんか、もうあれですね、これから先、うん、どんくらい生きてくれるかっていうところなんですよね、うん、うわ、人間にしたら結構な年齢ですし、相当ですよね、はい、それでやっぱりもう長いこと一緒にいるん で、うん、でしかも家から一切出しませんので、うん、多分人間の言葉とかも理解してるんじゃないかなっていう気もそれぐらいもうしますね、やっぱり。へえ冷蔵庫の前に、冷蔵庫にない、あの要するにおやつが入ってるの分かるんで、うんうん、欲しくなると冷蔵庫の前に行って、うん、こっち振り返ったりとか。ああそういうことか、はい。はあ、じゃあ結構ですよ、キャットフードだけじゃなくて、ね、なんか生の魚は嫌なの。基本的にもう、ね、猫のおやつ、猫のご飯ですけど、はい、マグロ喜ぶんだよね、猫ってね。たまにやっぱあげちゃいますけど、刺身とかダメなのかな、じゃあ。あ、イカとかダメですね。あ、マグロ刺身いいんじゃないですか。いや、マグロたまに端っこは、ね、すごい喜ぶでしょ。喜びますね。ねえ、そうか、気をつけると全部取られちゃうんですよ、気をつけると。すごいですね。もう16歳のある化け猫に近いです。いまだにその食欲はすごいこう、はい、食ってこうすごいですね。あ、そうですね。だから食欲があるうちは大丈夫かなと思います。まあまあまあそうですね。で、衰えてる感じはちょっとするけど、あのまあ、うん、そうですね。年の、さすがにもう16なんで、猫的にはいい年なんだろうなと思うんですけど、まあでも僕の中では16だから高校1年生なんで。そんなことはないと思うんですよ。いる猫で16はだってもう、はい、そうですね、あの高校生じゃないと思いますけどね。でも今16は高校生で、うん、ジム、まあ、これからだぞと茅ヶ崎のジムに中学生とかいるんですけども、うん、うちの猫より年下だからねって言ってるんですよ。あ、そうか、そうやって気力をちょっとこう保たせようと、はい、面白いねそれも。あ、面白い。まあね、ちょっとぜひね、山上さんのブログに出てきますからね。あと何出てくる？ T シャツもありますから、ぜひね、買ってください。ホームページから買えないですか？ホームページからは、まあ一応買えます。あ、買えるんだ、はい、買えるらしいですよ。いや、すごいんですよ、ご飯がね。僕もちょっと見たことないんで、あれなんですけどね。じゃあ、ある時家族になって、はい、で、そこからはまあ、すぐ仲良く。そうですね、はい、なんか、なんだろう、ちょっとなんか感動しますね。でもちょっと今、ちょっと一瞬聞いただけで。あ、そうですか。そのなんか、あんなだって道路にいる猫が急に飛び込んでくるからって思って、ちょっと感動しますね。その瞬間からなんかこう決まったみたいな。いや、いい話聞けてよかった今日は。じゃあそんな、なんかもう何でもない話ですけど、また次回出てもらいますんでね。ね、ノホンコーナーでした。はい、どうも。